今日はハロウィンのかぼちゃジャックオーランタンを作っていきます。とってもかわいいかぼちゃお化け、折り紙1枚で簡単にあっという間に作ることができますよ。では早速作っていきます。使う折り紙は1枚です。まず白の面を上に出して半分に折ります。さらに半分に折ります。そしたら今折った部分を立ち上げるようにして、間に指を入れるようにしてこのように開いて三角形になるようにこのように開いて折ります。裏返して反対側のこの部分も開いて三角形になるように折ります。次は両側の縁をそれぞれ中心に合わせております。裏返します。この飛び出ている2つの三角形をこの下の縁に合わせて上に折り上げます。次はこの両側の角をそれぞれ中心に合わせて折ります。このように角が中心に来るようにしております。ここの下にできた角をそれぞれ少しずつ内側に折ります。この折る角度によってかぼちゃの表情が少しずつ変わってくるので、皆さんいろいろ試してみてください。次は上の角をここのところに合わせております。さらに少し上の縁から少し下がったあたりでもう一度上に折り返します、はい、このように上の部分が出っ張る感じになります。はい、これを表に返すとこのようにかぼちゃの形が完成しました。このように顔を描いていきますが、ペンで顔を描いてもいいですし、黒い紙を切り取って貼り付けてもいいです。
回はこのように黒く切り取った目と鼻と口を糊でつけていきたいと思います。皆さんもぜひ好きな顔を描いて、可愛いかぼちゃの顔を仕上げてください。はい、このように目と鼻と口を黒い紙を貼って顔が完成しました。皆さんもぜひいろんなかぼちゃの顔を工夫してみてください。折り紙1枚で簡単に作れるので、ハロウィンにはぜひたくさん作ってみてくださいね。このかぼちゃ作ったよという報告、ぜひコメント欄に書いてくださいね。皆さんぜひたくさんかわいいかぼちゃを作って、楽しいハロウィンを過ごしてくださいね。